Thank you.
あ、今日ガリハラだった。いや、今日はガリハラじゃないですよ。これなんですか、これ。これはですね、これ最後に、それはですね、最後に滴りをしたあのガリ汁、ガリオイル。あ、滴りですね、確かに。それガリの塊ですね。塊ですか。いや、すごいな。今日の料理名は、今日ですね、ちっちゃ二かけいただいて一人一枚なんですけど、そう、それにガリ汁、まあ正しい食べ方ですよね、ということですよね。ここは何ですか。鶏肉のニンニク黒胡椒炒めですよ。あ、そっちなんだ。なんかあれガーリックペッパーチキンとかそっちなのかなと思ったら鶏肉の全部縦書きになってる。横書きですよね。いや、なんかケンタッキーとかそういうところになんかありそうな感じじゃないの、これ。夏の鶏肉のガーリックじゃないの。鶏肉の黒胡椒ニンニク何黒胡椒、ニンニク黒胡椒、ニンニク黒胡椒、ニンニク黒胡椒炒め、炒めあんだけ揚げてたのにもかかわらず揚げ炒めたと揚げ時間も長かったですね。揚げ時間長かったよ。炒めは全然炒めてないですからね。なんだニンニク黒胡椒炒め鶏肉の、美味しいな。あ、ジャンキーだな、でも味がこれはいけないな。そこ使ってるところはもうやっぱり元気だみたいに食べてもらいたいですね。いいな、美味しい、美味しかったわ。